はい、良い風景です。先帝の胸を晴らす。はいはい、皇帝ドレイク、武装商船団ですね。はい、これにします。素早さがね、22もあるんですよ。それが、決め手ですね。で、HP が939になりました。まあ、こんだけあればね、まあ低くはないんでね、いいと思います。はい、で、まず装備を、変えてしまいますかね。まず装備しているものを全部外してと。はい、では黒曜石の剣、レディーホークで、ボーファルアクス、あとはアメジストの斧と、防具は、ワンダーバングル、どうするかな。あ、ヒドラスーツ、これ手に入れました。これはレアアイテムです。これはね、毒を防止できます。なのでいいアイテムです。で、どうするかな。まあ、こういう感じにしておきますか。はい、ではセーブしておきますかね。あ、アムピトリーテ、これ消しようか。はい、っていう感じですね。で、この台ではですね、あ、そうだそうだ、前回、通知し忘れたんですけど、技、なんだっけ、イーストガードのレンヤ君が、覚えてくれた技、千切りと残像剣、じゃない、残像剣はもう覚えてたな。千切りと不動剣ですね。これ覚えておきました。で、このドレイクの前のテイワで、ヨーヨーを覚えておきました。あと、高速ナブラね、この技。っていう感じですね。うん。9月20日なんで封印しておこう。技に関して言えば、まあ、基礎的な戦力が整ってきたんじゃないかなと思うんですよ。まあ、HP も939あるし、まあ、これから後半に向けて基礎的な戦力が、整ってきたと。で、情報、カンバーランドはナイラダのうちに滅亡しました。で、このカンバーランドのね、関連のイベントを、やりたいかなと思うんですよね。まあ、年代ジャンプしたいので、まあ、満を持してと言いますか。はい。で、その前にですね、武装商船団としてはですね、やっておかねばならないイベントがあるんですよね。おと、また。そう思うんじゃなかった。はい、ミラマー。ミラマーで動きがあるみたいなので。はい。橋が壊れちゃった。橋が壊れてしまいました。なんてことだ。許せん。きっとあの黒い影、許せんぞ。武装商船団としてはね、あれですよ、海の安全を確保しなきゃならんと、そう思う次第でございます。はい、っていうわけで、ここはテレレトバか。では、ちょっと待ってください。どっから行けばいいかな。ではですね、ビハラって言ったかな。ワイリン学校に行こうと思うんですよね。で、そこまでじゃあちょっとカットしますね。はい。ここは、ワイリン学校にはね、大きな魚がいるんだ、ジオ。だそうで。ワイリン学校。はい、ここに用があります。では、一応セーブをしておきますかね。大きな魚っていうのはこいつらのことじゃないんだな。こいつらも十分で大きいんだけども。かなり敵が強くなってるんで、勝つのが大変です。あと、なんで、できるだけ戦闘は回避したいかな。はい。大きな魚。お前か、お前だな。こいつが橋を破壊したのか、許せん。はい。はい、クジラを倒します。はい、グリーンピースだとか、あとはオーストラリア政府なんかが抗議を入れてきそうな映像を撮ります。はい、かなり政治的な映像になるんじゃないかなと思うんですけども。はい。漁業を生業とする日本民族としては、ここはね、素通りできんと、私は思うのですよ。
こいつを倒します。わ、こいつは回復するな。再生すると。まずは、じゃあですね。では、はい、どうしますかね。とりあえず、まず混合力かけよう。はい、で、混合力、混合順。はい、前回までに覚えておいた技をお披露目したいと思います。どの程度うまくいくかどうかわからないですけれども、はい。で、シャドウサーバント。これがまた特殊な術でしてね。これはですね、攻撃を2回行えるようになります。そんな単純なもんじゃないですけどね。で、セルフバーニング。これでフィールドの属性を変えたいと思います。はい、2回行います。ただね、破られやすい術なんですよ。このシャドウサーバントという術は。なので、まあ万能ではないんですけれども、非常に強力です。うまくいけばの話ですが。で、まだ再生するな。まあ何回使えばいいんだっていうのがよくわかってないですけどね。もしかすると、解除できないかもしれないんだが、どうか、解除できないな。再生を解除できない。で、3回使ったわけだが、あ、解除できないな。すごく使います。どうかな。おー、サンダーボルト。再生を解除できませんね。もう一回使ってみよう。これで4ターン目か。10回やってダメだったら諦めよう。これで5回目。ああ、再生する。これはダメか。再生を解除できないかな。あと3回ってところか。あと3回やってダメだったら諦めるしかないな。ダメかな。ダメか。再生されると結構面倒なんだけどな。なんかダメっぽいっすね。仕方ない。やっていくしかないな。ではまずアースヒールで減った分の HP を回復します。はい。で、再生を止められるかなと思ったんですけど、全然ダメでしたね。では、不動拳。ただ、こいつ防御してるはずなんでね。大したダメージにはならないと思うんですけれども。それでもこれは剣撃のね、剣技の最強技ですからね。防御されてもこれだけのダメージが出ると。はい。では、千切り。千切りを2回叩き込みます。2回は強力だ。4600で結構防御力あるな。あ、やばい、解除された。はい、今ので、シャドウサーバントが解除されてしまいました。まあ仕方ないな。やっていくしかないか。千切りか、2400か。まあ、負ける要素はないんだけれども。では、不動拳の本来の威力をちょっと試してみますかね。不動拳は攻撃されればされるほど威力上がります。ただし、ターンの最後に発動します。3300。まあ、それでもこんなもんか。まあいいや、不動拳メインでやっていくか。まあ、負ける要素はないんだけれども。なんか長期戦だな。シャドウサーバントは解除されてしまうのかな。一応手は打っておいたんですけどね。思いのほか長期戦だが。まあ、こいつに勝てないよう、じゃあ、七英雄の、進化した奴らには勝てないと。まあ、そういうわけだと思うんですよ。まあ、なので、このタイミングで挑んでるんですけども。十分、勝てるんではないかなと思うんですが。消費がやばいか、もしかして。
まあ、HP も高めですからね、こいつは。じゃあ、消費を抑えつつ戦いますかね。はい。では、消費を抑えようかなと思います。はい。減退戦士砲。はい。なんか何が起こったんだっていう感じだと思うんですけれども、実はこれ、今出てるのは本体じゃないです。はい。アメジストの斧しか使えません。術も他の剣とか斧も使えません。はい。どうなるかっていうと、実はですね、これ本体は戦ってないので、技がですね、例えばどんなに消費してもこれ本体じゃないので、この術が破られた時に本体が出てきた時に、技ポイントが使う前の状態に戻ってます。他にもいろいろな特性がある術っていうか技なんですよ。この減退戦士砲っていうのは。実はね、このゲーム何度もやってますけど使ったことがないんですよね。まあ、初めてのチャレンジなんですけれども、倒しましたね。倒したぜ。はっはっは。倒したぞ。こいつはダメだな。こいつには戦えないと。はい。倒しました。これで海の安全を守ったと。はい。というわけで。まあ、ご存知の方が見たらね、まあ結構ひどい映像なのかもしれないですけどね。はい。というわけで。ではですね、カンバーランドの方に、行こうかなと思うんですよね。なので、ソーモンの方に移動したいかなと思います。はい。それでは。